な感じで次で最後の曲になるんですけど、何やって、ありがとうございます。なんかちょっと嬉しいね。そうで、最後の曲はちょっとしっとり締めたいなと思ってバラードを選んだんですけれども、あの皆さんね、こう好きな人とか青春時代はいったんじゃないですか、こう甘酸っぱいちょっと恋心みたいな。私今高校3年生ですけど、まあ、そういう感じのね、あの恋も思い出してほしいなって思うし、まあ、大切な人とか思い浮かべながら、まあ、聴いてもらえたら嬉しいです。それでは聴いてください。恋焦がれてみて夢。
がとうございます。